本日は大変お忙しい中、シンポジウムにご参加いただきまして、誠にありがとうございます、えー。私は司会進行を務めさせていただきます、本展企画の担当者の前田と申します。よろしくお願いいたします。えー、本企画はあの、第1部、第2部の2部構成となっております。えー、第1部は、えー、本展監修者の石田純一郎先生による基調講演。第2部は、小説家の門井義信先生と、 えと京都高専大学名誉教授の中川治先生、またあの当館の、えー、館長であり、建築家である青木純を交えてのディスカッションとなっております。えー、短い時間ではございますが、どう,どうぞお楽しみください。えー、それでは <coughs> 早速ですが、えー、第1部の基調講演を始めさせていただきます、えー、最初に西田先生の、えー、こととをご紹介させていいいたただきたいと思います。 石田先生は1976年に京都大学建築学科を卒業されまして、同大学院を、博士課程を修了されています。で2001年から2018年まで、京都工芸繊維大学の教授を務められまして、現在、同大学院の名誉教授をされています。でまた、向川女子大学建築学部の教授もあの今年から務めさせられています。 日本近現代建築史をご専門とされていまして、70年代からあの京都の近代建築の調査研究、保存再生に携われまして、当、え、館、ー、のリニューアルも監修していただきました、本店アドバイザーの山形正明先生、で本日、第2部でご登壇いただきます中川治先生とも、えー、もう70年代の若い頃から、この分野でご活躍をされているというところです。 本日のテーマは京都におけるモダン建築の系譜7つのセクションをめぐってと題してですねあの子基調講演をいただきたいと思いますそれでは石田先生よろしくお願いしますただいまご紹介に預かりまして一斉でございますっ座ってお話させていきます、えー あのこういうい7つのセクションをめぐってというふうなタイトルを掲げましたけれども正直なところあの、まあ、持ち時間がさほどないので巡るというのがい、えー、ささかあの、えー、難しいところがありますが、えー、ここにこう、まあ、7つのセクションを、まあ、今回の展覧会で掲げまして、まあ、このどういうセクション立てをするかということを からまあ、あの前田さんと議論するというところが多分このお展覧会の中の、えー、私にとっての準備が始まったように思います。で、あのー、7つちょっと多いかなというようなこともあって数の上からだともう少し少ない方が収まりがいいのかなと思ったんですけれども、あのー、やはり京都の近代建築モダン建築とまあここで呼んでいるものの、あのー こうある程度全貌をつかもうとするとこれぐらいのこういうその枠組みを少し広げる必要があるなということでこういうことになりました。であのこ,うそのこの数にこう示されているようなあの京都の近現在建築の 京都の近,近現代建築って非常に多彩な魅力がありますで、それはまあどこから生まれるのかというあたりからまあ、ちょっと今日お話をさせていただきたいと思います。で、結果的にその7つのセクションの、えー、をこう。まあ 外観できて展覧会自体の説明になればいいかなとも思うんですけれども、まあ、むしろ後での,あのディスカッションで、えー、のその笑い提供というかねそのした準備的なああの役割も考えていまして、えー、ちょっとその辺りで少しこうあの掲げたテーマからずれるといす ところもあるかと思いますけれども、その辺はご容赦ください。で、京都の近現代建築って。 っていうのがあのまあ我々あの、まあ、私も先ほどご紹介にあいただいたようにあの40年以上いろんな形で、えー、まあ付き合ってきてるんですけれども、うんまあ日々まあ発見がありますし、あこういうなんていうかなまた新しい面白さみたいなものを発見またあのにで出,出会うことがあります。あのまあ今回もこう展会場を見て見回っていましたら。 あの展覧会の今回の展覧会で発掘されたさまざまな資料で全く知らないものがいっぱい出ていてでそういうものを見るとその建築自体の見え方というのが変わってくるなと思いました。で そういう,こう多彩な魅力一筋縄であってひ一口ではなかなか一言では語りきれないような魅力というのはどこから生まれるのかということを改めて考えました。でもちろんその京都というのはその大きな災害を受けていない大都市という、まあ、日本では非常にあの稀有の存在でありまして。あのー 東京などは関東大震災があり第二次世界大平洋戦争の時の空襲がありしていますしあのさらにその後の高度経済成長以降の都市の更新というのが進んでいて。 残っているその現代建築以外,以外のというかな現代以前の建物というのはもう本当に両立たるものになっているわけですけれどもそういうものに比べますとあのえー、とその滅出があそのこう 意図しないあるいはまあ意図に反した面質というのが非常に少ない都市であるというのはあの大変あのこう意味深いことである。で数が残っているということだけではなくてですね、まあ、ちょっとこうあの、えー、メインの話から外れてしまいますけれどもあの例えば東京 大阪空襲を受けた町というのはそれを経て残っているものは大体不燃建築物なんですね木造の建物というのは都心にはほとんどない,いわけですけれどもあの京都ですと木造で明治の建築なんていうのはいくらでも町いくらでもってない、まあ、町なに結構残っています。ででそうするとあの、うんこう あの明治この方のこうずっとその建築のさまざまな歩みこうその都度建築家が、えー、作り手が考えたことっていうのがあ,のあんまりそのフィルターにかけられずに何て 伝わってきます例えば木造はもうないとなるともうこう町場のささやかな建物なんていうのは今見ることができないわけですねそうするとあのどうしても今残っているものから我々がイメージする近代建築像というのはあの偏ってしまうところがあると思うんですけれどもそういう意味で言うとあのこう。 その時代の100年前の人が何を考えてこういうものを作ったかというのがまだ京都の場合はちゃんと目の前の建物で終えるっていうのはすごく大事なことだなと思っています。 でまあそのそういうその大きな災害を受けなかったということはあのいくら強調してもしすぎることはないのですけれどもそれとともにですねあの今回のこのセクションの筆頭に「ことの再生と近代」というのを掲げています。それれからあの3つ目に和とと洋ををいいいうううのを掲げていますけれどもこういうその、えー その建築の外側にある社会の動きつまり京都の近代の歩みですね歴史と建築が非常に密接につながっているということが言えるだろうと思います。で,あので,で京都の近代の歴史っていうのがこれが非常に独特なものがあって。 でその京都の近代の個性というのが建築の個性としても反映しているのではないか、まあ、そこがあの我々にとってあのこう見るたびに新しいというような魅力を伝えてくれるんじゃないかなと思っています。で更、まあ、にざっくりした話になるんですけれどもじゃあ京都の近代の歴史というのはどういう特色があるのか。 というとあの一つにはです、ね、ここに2つ挙げてますけど一方にその、まあ、変わらなければいけないという切迫感というふうに書きましたけれどもあのこう天皇が東京に行ってしまって、えーそのまあ、首都性というものが 失われてしまう,うそのことによってその京都が衰退をするという危機感を強,強烈に持つわけですね。であのこれはそのよく語られているように「あの第二の奈良になるな」というかなり奈良の人には失礼なキャッチフレーズがあるわけですけれどもあのそういうただもうそれはあの現実にあ,のあらゆる公家それからその、えー、朝廷の に、その、なんとか、なんか、今依存していた商人たちというのが。全部、東京へ移ってしまう。ことによって、その京都の、こう、水防っていうのが、もう目に見えて進んでいたわけですね。それを、何とかしなければいけない、何とか、あ、の、よみがらせないといけないと。 でそ,のそういう,こうその今のままではいけないんだと何か必死を常に確信をつしなきゃいけないという危機感というのがそその明治の初めだけではなくてその後もずっと、あのー、こう京都の人々のいわばお尻を叩き続けているような気がします。 でそういう前のめりの気分というのが実は京都の近代の中の一つのこう突き起こしているその背景にあるのではないかと。でえー その一方で,です、ね、しかし、まあ、あのやはり京都っていうのは本当に千年の都であるその往生の地であるということそのことによって、えー、京都の、えー、その街の中のあるいは生活それ自体にこう染み込んでいるあるまあ文化の質の高さであるとかあその 文化財の厚みであるとか、まあ、そういうものに対してやっぱ京都の人っていうのは非常なまあ信頼自信というものを持っているし。でその自分その 住民だけがそう感じているのではなくて日本、まあ、外,の外からもその京都のそういう古都京都としての、えー、を守れそれは意味があるのだという価値づけというのがああのずっと寄せられてくるわけですね。でそういう,こういわば隠しその、えー いにしえを尊ぶという思いというのがその,その一方で常にあり続けているそういう相反するベクトルというもの,をあのがあるということがあの京都の近代のあのがへ、まあ、経てきた変化というものの、えー、説明できるのではないかなと思っています。でちょっとなんかこの前振りりが長くなりましたで 変わらななけければいけないというその切迫感の一つの表れというのが、まあ、京都作という当時言葉が使われていましたけれども産業都市化でありまして京都というのはあのあの、まあ、あ改めて言うまでもないかもしれませんけれども江戸時代、まあ、日本最大の手、まあえー、工業都市であって、まあ、そしてまあ最良の,、えー、その工芸品を生み続けていたわけですね。でその延長線上で、えー、やっぱ伝統産業をその近代化する 機械生産化するとというところに活路を見出そうとすするわけで,すでそれがあのここに例えば京都織物会社ってあの、えー、例えば機能のの織物でハンカチを作って輸出するとかですねそういうことをやり始めるそしてまあ言うまでもなく琵琶湖疏水がによるエネルギーということがその支えとして考えられたわけです。 で、あのこう。ただ一番下のように書いてますけれども、あの、やはり工業近代工業都市としては、大阪にはやっぱ京都はなかなか叶かなわないな。というのが、あの日清戦争の後ぐらいから、だんだん水が開けられてきて内陸都市はダメだなということが露呈してきます。で、まあ、あのだからといって諦めたわけではなくて、ずっとその京都のあの。 こういう近代産業の進行というのはあの続けられてはいくのですけれども最初に考えたようには、まあ、実のところ進まなかったというのはあのやっぱり本当はどこか頭の隅に入れておくべきことかなとは思います。さてもう一つそういう,こう変わりたいということのあの こう精神文化の上での変化というのは一つはですねキリスト教に対してかなり寛容であったということが言えるかと思います。あのまあにじま城とか結構まあいじめられたとかいう話もあるのですけれどもあの。 例えば大阪がです、ね、明治の初期にはあそこは川口の居留地があるのであそこをこの西日本のキリスト教布教の拠点にしたいというのはあの多くの教団が考えたんですけれども大阪府は八祖教というのはやっぱり明治になってもかなり排撃していまして。であの やっぱりそれに比べて京都はまだウェルカムであるということでそして非常にあの多くの,その教団の,その西日本の本部が京都に置かれるあるいはミッションスクールが京都に配置されるということが進みます。 でキ,リスト教がキリスト教教育というのがこうやって、ね、あの定着をしてくる地方を固めてくるとそれに対して、まあ、あの対抗意識を燃やしたのが、まあ、仏教界であってであのこの右側にあ,のある龍谷大学の,あの本館ですけれどもこういうあの この建物ってやはりあの、えー、と後で神戸先生の方でもお話があるようですけれどもあの、えー、象徴的でありましてつまり仏教教育仏教を教えるということがあの大学としてやる。 とそのこと自体はもうこの建物に象徴されているように非常にこう近代的というか西洋的なことで、えー、宗教家を大学の教育としてやるということですね、まあ、いわば神学部的な発想それがあのこういうあの建物の建たずまいに現れているのかなと思います。さて、えーと あとえっとあの三、ー、つ目のですねこの、あのー、私が注目したいのはえっ、ー、と 今回ちょっとあの意識的にあのえ意識的にというかなまああのこうこのちょっとめ珍しいというか私の手元の中の写真で若い頃に撮った今とは随分風景が変わったものとかえなくなってしまったものというのをあ,のあえてえ別に自慢するわけではないのですけれども挙ああげてありました。あの でそれは、ああ、しまった、上下って、えー、キャプションが <laughs> 付けかけてやめたのが残ってます。何 <laughs> のことかという感じです、えーとあの。写真の中に書き込んでいて。えーあのー こういうこれはですねいずれも1980年ぐらい、まあ、私がこういう勉強を始めたのが1970年代の半ばからなんですけどもその頃に、えー、まに、あ、カメラを買って、えー、撮って。 スライドにしたものをスキャンしてこうしてお見せしてるわけですけれどもうんあの1980年前後っていうのはまだこの左側のこれが三条通りっていうのはこんなふうにま町屋がまだ並んでいてでその中にこう日清の,あのビルがこうそそり立っている。 で右下のこれ日銀の、えー、というかあの今はあの文化博物館になってると思うんですけれどもこれはあの変なアングルですけれどもあの、えっと、あの中城郵便局ですねあの郵便局がああのあのこう壁面保存の工事が終わって。 た時に見に行ってであの建物の,その中庭郵便局を通らずに外を撮ったのがこの写真だったんですけれども、えー、ご,あのご覧の通りまだその中郵便局との間にはちょっと写真切れてますけども町屋ですしそしてあのずっと東山までこの,その日銀のこの,あのスレート吹きの屋根があの 一番高いちょっとペントハウスみたいなものがちょこちょこ先に見えていますけれどもそれでもやはりこの時点つまり1979年かなぐらいの時点でもこ,れこの建物っていうのはかなり規立していた存在でまあ、してや明治時代はいかほどかというふうに思うわけです。 でまあ、何が言いたいかというとあのこうしたあの企業の社屋とか商業建築というのはこう街中にボンと作られるときにあの意外とそのあんまりその街並みということに対して考、えー、慮してないというかな異物性というふうに書きましたけれどもあの違和感があってもいいじゃないかあるいは違和感をむしろ、えー、発,揮こう発揮したいというふうに考えていたということがうかがえるわけです。 でまあ、例外的に例えば高島屋の百貨店の高島屋があの市場からすぐから町に移転してくる前は烏丸五条のところにありましたけれどもあれはあの構造体は鉄筋コンクリートというあの当時まだあの先端的であった技術を採用しながら外観はあの土壌造りにしたと。 鉄筋コンクリートの柱張りの姿をそのまま見せるのはちょっと目立ちすぎるからという配慮だったというふうに言われていますけれどもそれはかなり例外的なことだろうという気がします。これはちょっと写真の出典を書き忘れてしまいましたがこの左下の白いこれが先代の京都の旭海館。 が竣工した時の写真で、えー、これの設計をした竹中工務店の石川純一郎さんのあがあの個人的に持っておられた写真を複、えー、写させていただいたものです。で、えー、ちょっとこうその建物に当然ピントが合っていて周りが少しボケてるんですけれども、えー、上の方上 あその建物のすぐ右側ですね北隣になるわけですがこれがあのカトリックの、えー、天主堂でありますあの明治村に行ってしまってるやつですね。でその右側にあの、えー、あの大,沢大沢商会の大沢,大沢善助の辞典があります。この、えーと 後が映らないんだ、まああのえー、と右側のこう平べったい屋根があのくっつく屋根の勾配が緩い建物がありますが、えー、これは、えー、藤井工事作品ですそして画面の一番上の方に、えー、市役所があって今ちょうどあの竣工事が終わったところですけれどもこの頃はまだお池通りが広がっていないので、えー、前の広場。あ が何というかなともう本当にこうあの前庭という感じで、えー、車のをさばくためだけにあるような感じの広場になっています。えー、でまあそれはちてっき縦て、えー、この写真でもう、えー、分かるように、えー、1935年昭和10年の段階でも、えー、この、えー、河原町。 三条河原町のあたりというのは一面の町あと若干寺町のお寺があるというものでその中にこの点として若干の,そのモダン建築があるだけであるということがうかがえるわけです。であのそういう異物性を避けないというふうに言いましたけれどもあのこのこ頃の新聞の記事であるとか見ていますと。 この、この、河原餅ががっと広がったのが昭和2年、1927年のことですけれどもあの、その頃の新聞報道というのを見ていますと、あのこう、 なんか急騰を出してというその町が新しい街並みができてくるということに対して非常にこう好意的でそれを生やすような文言というのがいっぱいあります。あのこう町が変わって寂しいとかというようなことはあの全く見られない。 なんか上海のあたたりに行ったようであるとか,とかあるいはあの進歩的なもののみに歓迎され存在感を売るところだとかいうというような言われ方をしていました。のこの下の文章なんかですといわゆる京都らしいという一切のものは拒絶されているというでこういうその洋風の建築が執筆する町っいう っていうのが、ああ、その。その、京都らしくない街ができるということに対して。えー、こう、かが歓迎されていたということが。あ、この言葉の端々から伺えるわけです。これが、あの、千九百八十年ぐらいに、取った市場からすま、あの稼働、角。 我、えー、ながらよく撮ったなという感じなんですけれどもあの銀行が、えー、と大正から昭和の初めにかけて作られた銀行建築が、えー、三井三菱富士銀行というふうに並んで、えー、います。 で市場通りにはもう今後の写真ではこう、まあ、見えないですけれどもあの大丸百貨店が7階建ての高さまで達していましてこういうその5階建て6階建てのビル建築というのが次々と立っていく時代です。ですからその先ほど来言っていますその異物としての近代建築というのがこう一番集約的に現れても,うもはや異物でなくなっていくいったま,ま 町で,あったわけで,でこ,のこのビルができるということに対してそのそ市民たちの関心というのが高かったというのがやはり新聞の報道なんかで伺えますこの写真で写っている三菱銀行が立つ時にその向かいの三井銀行とどう張り合うのかということは非常にこう大きな関心を持って眺められているというようなことが報じられています。 まあこういうですからまあこの風景というのはある意味その先ほどから言っていますその京都の,そのまあ変わらなければいけないというその思いのが一つこう結実した街であったかなと思うのですけれどもまあ今このそれを分かる四つ川というのが本当にこう壁の何メートルかという感じになってしまっているの少し残念といえば残念です。 さて、えー、とそれからあの、えー、とこのセクションの中でこう住まいとモダンコミュニティというのを挙げていまして、えー、住宅地のことあるいは、えー、住宅建築のことについて、えー、いくつか紹介しているのですけれども、えー、とこれはあの北白川の写真を挙げました。 しまった日本風俗体系、日本地理風俗体系という写真集にあるものです、京都郊外の洋風建築ということで、これが挙げられているんですけれども、あ,のあるいはこの下その、えーと現、その中で現存しているもので、まあ、我々が見やすいものとして、狛江亭があります。 でこういうその新しい町というのが京都市のこう終焉にできてくるで、えー、とちょっと次のコマを見てくださいこれちょっと字があの漢字の多い字であのあれ読みにくいのですけれどもあの京都都市区画整理事業概要というその冊子ですね、まあ、本というほどのものではない、えー、でまあこうそれはあのこう その京都市が自分たちの,そのこう都市計画事業を、えー その推進するために作っている本なのでま褒めているのは当たり前なんですけれどもそれにしてもこういう文章がありますえ市の北部の住宅地域はえ区画整然たる敷地と新道路により明朗なる市街地はあ京都旧市街の陰鬱なる建物と格然たる対象をなしえ外部へ広がれるというふうにありますで、まあ こうこういうその写真のうんと。 えとこれどちらもまあ下鴨左側もそうです、ね、下鴨、えー、の,あの区画整理地でここなどはこうちゃんと生垣に使いなさいとかあの建物を塀からこうあの2軒セットバックしなさいというような取り決めがあってでここに見るように非常にこうきれいな街並みというのが、まあ、今に至るまでありますけれども。えー こういう街並みができてくるとそれが中心部の,その京町家を否定するということとまあやっぱ表裏をなすというかですねあのそっちの方へまあいわばそこまでその逆に近代化というのが定着をして人々の建築観といなを変えていくというところがあったなと思います。さて でここからちょっ京都のですねそのただそういう常に前のめりだったわけではなくて、えー、と近代化西洋化を進める時でもあのためらいがちな部分というかですねでもあるあるいはこうどこかその、えー こうその近世的なものとか日本的なもの京都的なものというものを踏まえるとかあるいはそれを残しながら新しいものと共存させていくということを、えー、考えるようなああの部分あの相反するベクトルをこう調和させるということもあの 進んで行われるようになります。で、えー、っとあのー、その表れとしてですね、まあのえー、っとあまり普段指摘されないことなんですけれども、えー、っと義陽風の小学校というのがありました。で、あのー、京都は小学校建築って 小学校の制度というのをあの国に先駆けて実現したということで、えー、まあそのことはまさに京都のそういうこうあの前,のめりの前のめりの近代化の一つの表れ、えー、だと思うんですけれどもそういう中で、うん、こうじゃんじゃん洋風の小学校を建てられたというふうに、えー、考えられがちです。ただあのそれはあの なないいわけけんだけど非常に少数でありまして、えー、大半は和風の,、まあ、あの建物で始まって、えーまあ、少し後になってから洋風になるとかですね、えー、変わるということはあるのですけれども。 あのー、例えば東北の方あるいは山梨県なんかで、えー、もう県内何百いくつ小学校を全部洋風で建てたとかそういうその,うなんてその、えー、徹底した何ていうか建築を通したこう啓蒙みたいなことは決してなかったわけです。であのー、右側にあるのはあの、えーと 清徳校今あの学校歴史博物館のに移築されている分ですけれどもあの車寄せだけが移築されていますが見るとこの柱はですねなんかこうその西洋風なんですね。 クッションキャピタルみたいなのがありまして、えー、なんですけれども、あのこ建物全体あるいはこの車椅子全体はあの和風であって、でこういうそのちょっとだけ西洋化してみたいというような感じがあの伺えます。左側はこれあの火事で焼けてしまったんですけれども、あの梅小路のところにあった倍慶小学校です。であのここはあのこう ちょっとあのガラスが立て込まれてて見にくいですが後ろの方にあの手すりが。 あるのが2階のところに見えるかと思うんですけれどもこういうベランダをぐるっと巡らしたあのまあ典型的な擬養風の建物であるこれはかなり数少ない例なんですけれどもそのただその中でもこの下行のあたりカラハ風の,あの上のモチーフであるとかそこにその非常にこうあの技巧を凝らした下魚とか破風が やはりその、えー、と和風建築の技術っていうのは一方で発揮したいということがあってその両方がこうあの,、えー、こ,あのこうなんかボルテージを上げてここでこうなんか激突しているというような感じがします。 このようにこう和というものがあの先ほど来見てきたようにこう常に否定されてきたわけではなくてえその和の伝統というものをやはりその生かし続けたいというものがああの見て取れるわけですけれどもそれは例えばこういうインフラ整備なんかでもあの全然次元が違いますけれども。 伺いますあの産業施設を建てる時というのは一番最初にお見せした発電所であるとかあのように、えー、とそのデザインをこう,こうあの えー、なんと完全に西洋的なものを一辺倒でいくわけですけれども例えば疎水もずっと街、あのー、中岡崎のこ,れここのすぐ脇ですけども岡崎の方まで、えー、降りてく、えー、ると、あのー、辺りというのはこの石垣で、えー、その何て言うのかなあ 風景に馴染むような感じの底平なたたずまいになってきますしその流れというのはあの昭和の、えー、鴨川の改修工事なんかでもあのきっちり受け継がれていくことになります。 最も見やすいのはこの烏丸通りの改作でありましてこの東本願寺の門前を通り抜けるということを避け いるということで、えー、まあ、ここだけぐいとこう向きを変えた。あのこう,う迂回したわけですね。まあ、今、あのちょっとこう。あの道路化されています。けれども、本来はここまで東恩川寺の敷地として確保されていて、えー、まあ、噴水があったりするわけですけれども。 でまあ、これはもちろん東本願寺側が猛烈な抗議を抗議というかね運動を行ってこういうふうに変えさせたわけですけれどもただやはりそのこう既存の町の秩序というものに対して、えー、近代的な要素っていうのがああのそれに対して配慮をする、まあ、妥協するというようなことというのはあの。 一方でずっと行われていたということがあ、まあ、あのよく現れているかなと思います。さて、えー、とこのさらにその京都の伝統あるいは日本の伝統ということを、えー、意識するというのが、えー、もっと明瞭に現れた事例というのがいくつかあります。あれいくつももというべきかもしれませんあのー あ日本の近代建築っていうのは本当に西洋一辺倒でいいのかという疑問というのはあ、まあ、明治時代の半ばぐらいからあーいろんな建築家がずっと抱き続けてきているわけですけれども、えー、京都の場合はあのー、その、えー、日本全体 というのに加えて京都というものに対してどう建築が応えるかということもいわば試す非常に良い実験場になったでそのことで例えばその、まあ、今日そのえー その西洋建築なんだけれども日本的なもの京都的なものを混ぜるというそういうことをやり始めることがかなり早い早い早い時期から見て取れます。で二条駅でああるるとかあるいはあの武徳伝ですね特にこの これ裏側なんですけれども大正2年の車寄せはああのやっぱ平安調のモチーフになっていて、えー、その京都の、えー、ある種の優美さみたいなことをあの意図的に増幅させようという姿勢がうかがえます。で、まあ、さらには、まあ、この岡崎の,その京都市の公会堂それから。あのえー これの,あの、えー、右側にこの後立つあつ今でも立っているあの京都会館の別館になっているものですね、えー、こういうあの京都の公会道などというのは多分、えー、と近代の木造建築としては最大規模だったのではないかというふうに言われていますけれども、えー、そういうそのえー、こう 巨大な本来であれば洋風で建ててもいいほぼ同じ時期に並行して大阪の中之島の,あの中央公会堂が建てられているわけですけれどもあ,のああいうものであって、えー、しかるべきものがあこういう何かこの。 桃山風のデザインで立つというあたりはま,あ、まさに京都の,その、えー、伝統の完成力が働いているのだというふうに思います。で、さらに時代が下がって、えー、こういうこうその「まあ、部分による」というふうに書きましたが何か、えー、と全体としては箱あの,箱型の現代的なあ、まあ、近代的なものなんだけれども、えー、その京都らしさというもの何かあ,ある。 アイテムによって表出するということが行われてきていて、まあ、この,あの市美術館もあのその一つと言ってもいいのかもしれません。さて、えー、そういう中で、えー、と特に注目したいのが、まあ、この話題の最後になるのですけれどもあのいわゆるモダニズム というえー、その19世紀的なこの歴史的な様式を踏まえた建物じゃなくて、えー、もっとこうその機能性合理性ということを重視した建築思想というものが、えー、広まってきて現代建築につながるわけですけれどもその中で、えーあのー、そののの 和の要素あるいは京都ということが意識されているというのがこれはやはりこう京都の一つの特徴であろうと思います。 であの武田五一さんのところ写真を掲げましたけれども武田五一というのはまさにその、えー、ヨーロッパ帰りでありましてその西洋の最前線の建築情報を日本にもたらすという意味で、えー、そのその京都の,その持っていたそういうこう、えー 革新への前のめりの姿勢ということを建築において体現している人であったと同時にあのそ,のそれの日本化を目指すということを言っていて、えー、そ,のそれはその京都の近代建築 京都の,その、えー、伝統を意識するというその,あの姿勢とつまりこう相反する姿勢をこ,うこの彼個人が建築家として持っていたのだということが言えるわけですけれどもそして実際そ,のそういう活動というのが京都での作品に反映していくことになります。えーあのー 右上これちょっと清水建設の持っている写真を使わせてもらっているんですけれどもあの東本願寺の内寺というあの、えー、あの御門州が住む家ですねこれをあの武田ご一が設計をしていて全体としては何かこうあのホットワグナー化というようなあのこう箱型の平滑な面の。 うん、あの建物で、えー、なんですけれどもそこに屋根が載っているというあたりというのはすごくこうあの、えー、武田らしいなと思います。で えっと次はその武田高知の後にそに京都高等工芸学校の教授になった元の生吾という建築家で彼はあのもうバリバリの機能主義を表あの、えー、標榜していましてでこういうコンクリートブロックのまあ,ある意味極めて相性のない建物を作ってるんですけれどもでインターナショナル建築会というものをまああのこうえ同志を集合して立ち上げる。ままさにこ,うこれだけ見ますとインターナナショナル で京都とは無関係にも思えるのですけれどもただただ彼はですね自分のそのモダニズム建築というものがこれはこう日本にとって非常に意味あるものだという正当的なものであるというのを主張する時にこの,、えー、とこ,のこれシグレテのですねあのパーツを変えていったらこういうなんかコルビジェみたいなシトラン住宅みたいなものになるといういかにそのモダニズムというのは日本 日本の伝統にふさわしいかということを強調しているのですね。であのそのま彼が会長を務めるインターナショナル建築界全体としてもこうローカリティということを意識してこの久しというものを生かした造形ということをあの。えー あのまあ、試みていくわけで、えーそのまあ、単純なこうその、えー、機能主義者集団ではなかったわけです。でこの こう武田五一から元の政後というこの、えー、と新しい建築の西洋の新しい建築を日本にもたらすという流れえそれの日本化という流れと別,別の反対方向に和の側からそこに新しいその、まあ、モダンな空間感覚をもたらそうとしたのが 富士工事でありままして、まあ、彼の遺作の専用層の写真を掲げましたけれどもあのまあ、いかにも本当に和の洗練を極めたという感じなんであると同時にしかし明らかにその普通のというか我々が見慣れている和風建築とはどこか違う微妙にこう新しいしなんかすっきりして現代的だということを感じさせるものです。 そのあたりというのはまさにこうそのあの新しさとそれからまあ伝統ということの,その,あの融合ということをが使命であった京都の建築界のまあ体現した存在であったかなと思います。 であのー、こう戦前の,のはですねこういわゆる日本趣味建築というのが。 あったんですけれども、それがある意味こう結局特にあの戦争戦時体制になってくるとだんだんこう国衆主義的な雰囲気になってきて、でまその反省からあの戦後の建築界というのは和というものを日本的なものを直接的に引用するということはなんか避ける傾向がずっとあるんですけれども、そういう中でやはり京都に立つ建物っていうのはこうこの 京都会館にしても、えー、とあの国際会館にしても。あの そ,のそういう中でそのどう日本的なものを入れるかということが、まあ、はっきり全面の,の大きなテーマとして出されているわけですしそしてそれは、まあ、ここまではっきりしていなくてもあの、えー、例えば京都タワーとかあるいはあのマスタート冨山の兄弟の,の体育館なんかにもですねあのこう,こうあの 新しい中にでもどこか日本的なものあるいは京都的なものを感じさせるテイストというものがあるというふうな気がします。つまり「核心と証拠の並存」というふうに書きましたけれども。こう やはりこう証拠古あの古きを尊ぶ。その尊ぶに足るその古さというものが京都に愕然。しっかりあるのだということが、あの。やっぱりこう建築家を突き動かしているのだなというふうに思います。えっと、そうですね、あの。最後ちょっとこれは。飛ばして最後のこれで締めます。えっと、あのー。 これは五条からあの四条を見た絵です。左側にあの東海祭館があってで四条橋が真ん中にあって右端に菊水があります。でここにこう五眼があ,あの鴨川の五眼があってかわ床が。 立ってるんですけれどもこの鴨川の改修というのは昭和22年のことでありましてあのですからこの風景というのはそんなに昔のものではないというかな昭和になってできてきた。 本当、えー、オ,オンリーエスタデーという感じの風景なんですけれどもでここには先ほどそのこの,あの今日の私のお話でずっと言い続けてきましたその京都の近代が持っているその過去を振り捨てようという姿勢とそれから一方でその過去へに対する愛着あのそれを尊ぶというその心とがまあないまぜというかですねあの それぞれにその自分の心情というものを。 こうあの表出していてい、えー、そのことによってこの、まあ、まさに独特の京都ならではの風景というのが生まれているのだな、まあ、と思います。で、まあ、こういう風景がさまざまな形で我々の前に現れてくるとそのことが、まあ、京都の、まあ、この、まあ、モダン建築というものの魅力の一つ、えー 停留としてあるのだというふうに考えるということをあの。のが今とりあえずは私の結論であります。以上です。はい、石田先生ありがとうございました。えー、あの展覧会の中ではご紹介できなかった内容を、あの七つのセクションにも従った形で、あの。いろいろとお話をいただきまして。 えー、貴重なお話だったかと思います。ではこれよりあの約10分間休憩を挟みまして第二部を再開させていただきたいと思います。ただいま14時52分ですので15時2分より再開させていただきます。お手洗いは会場を出て左手にございますのでご利用ください。以上で第一部を終了いたします。はいそれでは、えー、お時間になりましたので第二部の方を始めさせていただきたいと思います。 まずはゲストのあのお二人にレクチャーをしていただきましてその後当館館長の青木をモデレーターにディスカッションに移る予定でございますそれではレクチャーをしていただくお二人をご紹介させていただきたいと思います初めにレクチャーをしていただきますのは直木小作家の門井義信様です えー、門井様は同志社大学文学部卒業後2003年に小説家をデビューされまして2018年に銀河鉄道の父で直木賞を受賞されました、えー、日本の夢の洋館僕らの近代建築デラックス誰かに教えたくなるレトロ建築の話など近代建築を紹介した5本から、えー、本店で紹介している建築を設計した辰野金吾を描いた東京始まる ウィリアムメルルボーリスの生涯を描いた屋根をかける人など建築にまつわる著作を多数書かれております。えー、本日は江戸,京都あ江戸の京都、明治の京都をテーマにお話を伺いたいと思います。はい、では門井様よろしくお願いします。 はじめましてもしくはこんにちはただいまご紹介に預かりました作家の門井義信でございます今しばらくお付き合いをいただきたいと思いますえあの本日はえとこの展覧会にお招きをいただきまして江戸の東京江戸の京都明治の京都ということでお話をさせていただこうと思っておりますがえあのなかなかあの 各地のいろいろな近代建築いわゆるあの近代建築あの僕らあの明治維新からえと終戦まで、え。ー ですねの明治元年から昭和20年までに建てられたまあ西洋風の建築のことを一般にあの近代建築というふうにあの呼んでますけれどもそういう全国いろいろなあの近代建築を見てまいりましてその中でまあ京都っていうのはあのどういう特徴があるのかというようなこともいろいろ考えてまいりました、まあ、なかなか一言で結論ができるで出るものではないんですが、まあ、あのそんなことも意識しながらお話をしたいと思いますその際にあの私はあのさっ でございましてあの建築の話もいたしますが、まあ、多少あの脱線も許していただきまして、えー、ちょっとあの出版界の方からの、えー、アプローチも、えー、としてみたいなというふうに思います。えー、出版と京都というような、えー、と話もちょっと織り交ぜたいと思います。えー、で、えー、早速、じゃあその建築の方いきますと、えー、その。 江戸時代と,えと明治時代の,まあこの境目に近い割と境目に近い時代のものとして京都には龍谷大学の本館があります本館と加えてその横にあの北高南高というあの一種の寮ですねあの写真でもちょっと見えますねあの横に長あの右端の方に見える横に長いのがあれは北高ですかねえと同じ時期に建てられた明治12年に建てられた 建物ですけれども、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、真ん中にあるのが、この本館、えっ、ー、と、まあ、本堂ではないんですね。本願寺ですけれども、本堂ではない。えー、龍谷大学の現在、大宮キャンパスということになっているそうですけれども、これはあの西本願寺が作ったあの建物でして、龍、ま、谷、あ、大学そのものが、もともとは西本願寺が明治以降になって作った、あの、えっ、ー、と、大学校いう 大教皇というふうに言いますけれどもあの大きい教える学校の子宗門の中の、えー、と大学宗門、えー、の中の、えー、最高、えー、学府ということでその大教皇というのを作るんですがその、えー、建物です学者ですね学び屋ですねで、えー、これ、あのー、西洋建築のように見えるんですがこれはな実は中は木造だそうです。 あので木造の建物でその外に、えっと、いわばこの石をペタッと貼り付けてるんですねほ、まあ、本物の石造りではないこれについてはいろいろ謎といいますかわからない部分もありまして私はあの僕のこれ想像も織り交ぜてお話をしますとこれなんで木造なんだろうということなんですねあのもちろんその明治の初期ですから あのー、まだまだそういう西洋建築の技術、えー、建材材料、えっと、技術者そういったものはまだまだ少なかった時期であろうとは思うんですけれどもただ決してゼロではないわけです。 例えば、あの大阪にはすでにあの造幣寮ですね、今の造幣局ですけれども、がありまして、あの本格的な西洋建築がすでにあれは明治4年だったかな、たってるんですね。で、そこで当然あの、外国人の,その,あの設計者も来てますし、オートルスっていう設計者も来てますし、技術者もたくさんいる。えー、ですから、関西にそういう技術そのものがなかったわけではない。えー、でも、えー、と木造 えまあ、なんでなんだろうというのはこれはあの、まあ、一つの建築史の謎ではあろうと思いますがあくまでもあのこれは僕の想像ですよあ、まあ、こうだったらまあ面白いなということも含めて想像なんですがあえて木造を選んだかもしれないなとつまり本願寺ですから日本願寺ですからあんまりあからさまに明治12年段階で本格的な西洋建築を建てちゃうといろいろ、まあ、まずいと言いますか。 <laughs> あのいやあのちょっとそのね日本だ代表日本を代表する大仏教教団がいきなりまだ12年しか経ってないのに本格的西洋建築家よという人がいるあるいはいることを恐れた気にしたんじゃないかなというふうにこれはまああくまでも想像ですけれども、えー、したりはするわけです。 逆に言いますと、えっと、それくらい何と言いますか西本,本願寺ってもう京都の中でその伝統の矢面に立たされる伝統の最先端、まあ、伝統なのに最先端って変なんですけれども、あのー、その伝統のいわば代表選手にさせられちゃうような面があるんだと思うんですね。えー、あの先ほどの石田先生の,あのお話とも通ずることなんですが京都はそのよく言われるのはそのあのー、明治になって、えっとまあ、いわゆる推微したと衰えたと。 えーいうことが、えー、と言われます、えー、ということは、あの逆に言ったら江戸時代は非常に盛んだったわけで、なんといっても、いわゆる三都、三つの都の都の、えー、都の一つですから、えー、非常にあの日本を代表する町であったとで。いろんなものがあったわけですね。あの京都のオリジナリティというものがあったわけです。一番のオリジナリティは当然、京都御所ですね。京都御所におられるあの天皇さん、えーと、その周りの貴族たち。 そしてその天皇や貴族に物を納める、えー、と商人たちこういったものがもう京都の独特のカラーを作っていたであの、まあ、それが一つですね一番大きいですねであと2つ目が、えー、と今申し上げたその仏教ですね大仏教の本山がある大宗派の本山があるっていうのは京都の自慢で3、えー、つ目はあの先ほどあの石田先生もおっしゃいましたが京都ってあの結構こう 結構というかかななりのの、えー、工業の街なんですね、えー、と今,は今は伝統産業というふうに言っちゃいますけれどもあの江戸時代ですから伝統産業ではなくてただの産業です、えー、仏具とか西陣織に代表される着物あとはセンスとかそういう小物組紐えー、そういったものを非常にあのて手技でいろいろなものを作るそういう手工業が非常に盛んだったわけですこれも京都の,、えー、の非常に自慢でした であのそれらがあの掃除で京都の歴史というものを作ったんですけれども、まずその,のうちの、えっと、一番最初、天皇さんを持ってかれちゃった、東京に持ってかれちゃいました、でそれと一緒に皇室の藩定だということであの、周りの貴族も全部持ってかれちゃったと、千代田のお城、もしくはその周辺に持ってかれちゃったわけですね。はい、で、これ京都なくなりました、一つなくなりました。で、次にあの先ほど申し上げました手工業、これも近代になりますと、どうもやばいと。 つまりもう手工業の時代ではなくてどうもその西洋からその石炭使ったなんかこうすごいでっかい機械が来てなんかその機械の力で物をガッチャンガッチャン自動的に作れるあの世の中が来るらしいっていうことでこの手工業もどうも旗色が悪い。となると最後に京都に残った伝統的なあのものっていうのは仏教なんですね。 まあ本願寺はもまあまあちろん東京にもねあの築地本願寺というのも昔からありましたけれどもあのやっぱり本山は京都であるということでこれは映らなかったのでまあ一種明治になりますとその仏教集団がえと京都代表と京都の伝統代表というようなえと感じになるわけですでそれをあの当然あの本願寺も意識をする西本願寺ですあのここで本願寺って言ったらあの今日は西本願寺の話ですけれどもえ意識をする 特にそういうのに敏感なのはいつの時代でも若者です若くしてその全国の僧侶が集まってきて、まあ、そういうあの先ほど申し上げた大教皇で勉強する、まあ、大教皇で勉強できるのは本当に成績のいいごく一部の人だけなんですけれども、えー、そのえまあ下といいますか、えー、ともっと広いあの教育を施す普通教皇っていうのがあったんですね。本願寺の中にもう一つ 大教皇があって、その下というかもっと広い範囲のことを教える普通教皇っていうのがあったんで、普通の、普通っていうのは今の普通の普通ですね。で、教える学校の校。 えーえー、あったんですけれどもあのまあ、まあ、あの普通今の普通科の学校というふうに思っていただいても結構ですけれどもこの普通っていうのは明治の言葉では明治の日本語では割と新しい言葉でして、まあ、あの世界に通じる今で言えば普遍的という意味がありますもうちょっと今の普通っていう言葉よりは普通じゃない言葉だったんですあのそれが普通だった、まあ、ややこしいですけれどもでその普通教皇っていうのがあって、えー、とこれがその大教皇とは別にあると。 であのそういう若いあの僧たちが集まってその伝統的な本願寺で勉強しているでもあの、まあ、大教皇その明治12年にその校舎ができて木造だけど西洋校舎ができるけれどもやっぱりあの世の中はだんだんあの西洋化していくということはあの考えざるを得ないわけですねであのどういうことかと言いますと、えー、この本願寺を取り巻く 何、えー、て言いますかね敵ではないですけれどもあの本願寺にプレッシャーを与える存在としてはまず一番大きいのは当然キリスト教ですね明治になって、えー、とキリスト教が京都にやってくる同志社がやってくる新島城がやってくるということで必ずしもその人はその。 最初ですからそんなにあの野草にわーって、ね、集まるわけではないですけれどもあの少しずつあのだんだんそ,のそれこそ若い人の人気を取り込んでいくというようなことがあってキリスト教は非常に脅威であるとであとはもう一つはその国家ですねその天皇さんを京都にあの東京に取られちゃったとっいうことになりますと結局その日本の国家の宗教そのものが、まあ、神道だと。 神らの道だというふうになっちゃうのでこれは神社勢力は当然全国的に強くなりますと相対的に仏教って何だということになってしまうということで若干その旗色が悪くなるでもあのそれだけだろうかと思うんですねただ一番大きいのはあのもっとそれよりも大きいのはあの物質文明といいますかあのもうキリスト教だろうが 仏教だろうが、まあ、神道だろうが、まあ、関係ないよと、もう宗教よりも科学だよと、サイエンスだよと、物質だよというような、あのいわゆる近代思想ですね、えー。これが西洋から入ってくると、結局これが一番宗教にとっての脅威になるわけです。で、あそういういろんな脅威にさらされる、えーと、そういう本願寺の若いそあの僧侶がさらされるというときに、 えと一方で自分たちも西洋化しなきゃいけない。でもあんまりあのさっきの建物の話じゃないですけどあんまりあっからさまに西洋化したら今度はあのその仏教の人間としてのそのもののアイデンティティが問われるということであの何をしたかと言いますと反省会っていうのを作ったんです。反省会というのはまさにあのえと今我々のがあの小学校のホームルームでいう反省会っていうあのあの反省する会ですね。 反省会っていうのをその普通教皇の,あのお,坊さんがお坊さんたちが作った。で何反省するのかといいますとお酒です。反省会というのは禁酒の会です。であの実はこれはあの禁酒運動そのものは西洋ねなんです。つまり従来の仏教にはなかった発想なんですね。 あのー、それが明治になってそれこそ主にプロテスタント系の、えー、とキリスト教の人たちがあの一生懸命日本にやってきてそれこそ例えば、あのー、いわゆる婦人運動をしたりするあのもうあの男女同権であの女の人もあの外に出て仕事をするんだよっていうようなことをどんどんアメリカからそれこそ女性がやってきて日本で訴えたりするわけです。 あるいは、えっと、その一連の流れの中で禁酒っていうのもあるわけですね。あのアメリカ人昔禁酒大好きだったんで、まあ、今でも好きな人いますけれどもあのお酒というのはよくないんであのそういうキリスト教精神にのっとってお酒はやめましょうという人はあの日本に来てあのそういうお席をするわけですね。でこの禁酒っていうのは非常に本願寺にとっては都合が良かったわけです。 なぜかというと、あのその若い人たちですね。なぜかというと、一方ではすごい西洋っぽいわけです。あの時代の先端といいますか、新しいもの好きな彼らに非常にマッチするわけです。でも、お酒の害そのものは日本にはもともとあるわけですよね。江戸時代であろうが、 鎌倉時代であろうが、室町時代であろうが、酒飲んで酔っ払ってその辺で暴れてるやつはいたわけで、であのお酒飲みに行って、あそれこそあのせっかくの寝台を、ね、大きいあの商家を潰しちゃったみたいなそういうあの若い坊ちゃんなんか昔からいくらでもいたわけですから、そのお酒の害そのものは日本からあった。日本にあった。えつまり、それを禁じるということなので、 もともとは西洋種なのに極めて日本的な問題に対処しているように見えるという点で明治初期の本願寺の若い僧侶には極めてあの魅力的と言いますかまああの都合がいいネタだった都合がいい自己主張の材料だった。 で、それをやるために、じゃあ、会作ろうぜっていうんで、まあ、禁酒会っていうと、あっからさまにあの西洋だね、あのそのキリスト教っぽくなっちゃいますから、禁酒会にはしないで、じゃあ、反省会にしようと。いうんで、反省会っていうのを作ったわけです。で、じゃあ、作ったら、じゃあ、今度は機関紙を出そうと、雑誌出そうと、反省会雑誌というもタイトルそのままですけれども、反省会雑誌っていうものを出してみたら、割合好評だったんで、月刊にしたんです。 えとこれがですねえと先ほどの龍谷の大学がめえ建物が明治12年だったんですけれどもえとねえとその反省会雑誌の創刊がですねえと明治20年ですねえ明治19年に反省会という会ができて明治20年に反省会雑誌というのになりますこれが月刊化されてえこれあの種明かしを先にしちゃいますと今の中央討論者です 中央公論者というのはあの皆さんご存知かと思いますが、中央公論という今雑誌もえっともちろんえっとその事業の中にありますけれども、一番今有名なのはあれですかね、中高新書、中高文庫、このあたりがまあ割とねあのカジュアルで、皆さんにあの馴染み深いかなというふうに思います。何年か前には「応仁の乱」というベストセラーを出したのもあれは中高新書から出てるわけですけれども、実はその中央公論者というのはもともとは反省会雑誌でした。 全然違う <laughs>。全然違う。今もちろんあの中央討論者は、禁止とは関係ないんですけれども、むしろ僕はあの中央討論者の人とはお酒飲んだことあるぐらいですけれども <laughs>、あまり関係ないんですけど、じゃあそれがどうつながるのかっていうのが、ここからの話なんですけれども、それでその反省会雑誌というのがあの京都で発足しました。で、月刊化されました。 で毎月雑誌出すって大変なんですよねあの。読者は常に新しい材料、新しい記事を求めますので、毎月毎月、今月も禁酒、来月も禁酒、その次も禁酒だと、あのすぐに売れなくなるわけです。もう作ってる方もつまんない。なので、まあ、禁酒以外のこともやろうよと言うんで、 あのどん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 新しい例えば海外では今こういうことになってます禁酒とは全く関係ないですねあとあるいは日本では今あの地方ではこのようにあの人々は暮らしていますもはやあの本願寺とも関係ない宗教とも関係ないお酒とも関係ない普通の記事をどんどん集めてきて毎月載せるまあそうじゃないと雑誌持たないですからで毎月載せると,えといわゆるそれはもう反省会というところから離れてえ我々が今日言うところの総合雑誌 総合雑誌に近い要素を呈してくるわけですね。まあ、今で言ったらその中央公論もあります。し、えっ、ー、とまあ文藝春秋が出している月刊文藝春秋というのがまあ,あのね。代表ですけれども。まあ、あの今はそのネットでその文藝春秋だったら文春オンライン。 新長だったら「デイリー新庄」っていうのがありますけれどもああいうあれなんかがもう現代の総合雑誌って言ってもいいかもしれませんねもうありとあらゆるネタを集めてきてもう読者にバーっとあのすぐ提供するとそういうあの反省会雑誌という名前で総合中身が総合雑誌に変わるわけですでそうなると今度はいやさすがにちょっとその題名と中身が合わないよね ということで、題名の方を変えまして、あの中央公論になるわけですけれども、えー、で、えー、まあ題名の方を総合出しに合わせて、中央公論になります。中央公論になったけれども、まだ本願寺ですよ。まだ京都です。で えー、中央ロナになったけれどもやっぱり売れないんです <laughs> あの、えー、中央コロナで名前硬いんで、ね、当時は売れないんでどうすれば売れるかっていうことを考えた場合にその,そ,の、えー、その頃にも、まあ、売れないところにもあの実はその東京に行っちゃうんですけれどもその発行所は東京に行っちゃう、えー、東京に行っちゃうけれどもまだ本願寺は離れないつまり売れないから本願寺と手切れないんですよ 本館がパトロンなわけですお金出してじゃあお前ら雑誌編集しろよ雑誌売れよっていうふうに言って、まあ、それでじゃあ総合雑誌でネタ集めるんだったらやっぱり東京だなってうんで東京行っちゃうけれどもやっぱり東京でも東京行っても売れない、えー、当時の数字で言いますと1000部吸ってこれ明治30年代の数字ですけれども1000部吸ってその中の300部が寄贈だそうです。 あの雑誌って意外と寄贈が,寄贈が多くって取材でお世話になった人もちろんそのえ執筆してくれた人あとその他えと宣伝して雑誌の宣伝してくれそうな人といろんなところに寄贈するもんなんで結構寄贈って多いんですけれどもその1000部って300部が寄贈残りの700部が売れ残った <laughs> っていうぐらいこれ明治30年代でも相当売れないですよ本願寺がなかったらとっくに潰れてるレベルですよねこれね というぐらいの非常に惨憺たるある様相を呈した時代がありました大丈夫ですね今日はこの中に中央討論者の,の関係者はいないですね大丈夫ですねあ、まあ、まあ事実ですからあのそれはもうしょうがないと思って諦めてくださいあのでそれであのそこにまあ何かの縁でその東京大学の学生の滝田著院っていう子が来て、えー、とこれがまああの最初のアルバイトみたいな感じでその 学校で勉強しながらその編集の手伝いをするんですけれども、まあ、当時というのは小説が非常に売れた時代でしてあの小あの総合雑誌であっても小説のしたら売れますよと言うんですよねでそれは実際他の雑誌を見てもそう小説1つさえ載せばポンと雑誌の売り上げが跳ね上がるんだっていやいい時代でしたねそれも僕も作家としてこれはその時代に生まれたかったと思いますけれどもそういう時代がありました。 であのーで,あのー、でもその当時の,その経営を任されていたその浅田駒之助さんっていう人は瀧田君がそう言っても「いや俺やだ,だよ」と総合雑誌でしょでもともと反省会なんだよ禁衆の記事はもう今は必ずしもそんなに載せてないけれどももともとそういう立派な志から始まって本願寺にもお世話になってて京都とのつながりもあってで総合雑誌やってるのにそこに小説載せるのだから当時の小説というのは今よりもはるかに何て言いますかね 公女,両族公女両族に反するものです。あのというのは恋愛を書いてますから、男女の恋愛を書いてますから、あの恋愛を書くっていうだけでもうその頃の大人や年寄りにとってはもうとんでもないと。男女の恋愛なんてそんな世の中を見やすことは許されんということなので、ましてやそれをその雑誌に載せるなどということは何事だと。 本願寺に対しても顔向けはできないということで、まあ、ずっと、あのー、その経営者とのその竹田チョイン君が趙韻君まあ大編集者ですけどもけ、あのーまあ、喧嘩というかその議論をしたんですね。で結局まあ,あんまり売れないんでじゃあ一回載せてみようっていうんで、あのー、まあでもあんまりその。 当時はこれ結局載せるんですけれどもの載せるのはこれ明治38年の中央頃明治38年の12月号だったかなが、えー、と一番最初にその載る号なんですけれどもこれはちょうどその文学誌の方で言いますとあの田山堅という人がいますねあの布団っていうあれご存知ですかねあのこれ小説の方の話ですけれども女弟子がいてあの 女たちがその自分の元から去っちゃってその布団の匂いを嗅いでそのあれをしのぶというようなまあ当時としてはまあ今で読んでもあのひどいひどいといいますかえ男女のえとそういう劇なんですけれどもえとそれをあのそういうふうなあの大魔堅いが出るようなそういう時代の前夜ですからまあ結局あのどういうことがなるかというとやっぱりあの <laughs> あの男女の恋愛のことを書いた戸張竹風という作家が書いてやっぱり雑誌は売れました <laughs>。 ボーンと売れました で、それでボーンと売れて、あのー、そこからはその経営が立て直って、あのー、雑誌がその自前でその編集をできるようになったんで、それであの、本願寺と縁が切れるんですね。まあ、本願寺もまあ内心ではやれやれということだったかもしれません。今までずっとそんな売れない雑誌を助けてきたけれども、まあ、ここでようやく助けられたと、あのここでようやくまあ縁が切れたといいますか。まあ、それで、いわゆるあの我々が考える、まあ,あ、本願寺とも離れ、本当に真の意味で京都とも離れた中央公論の雑誌、えー 歴史が始まるわけですねこれが明治30年代。であのー、まあ,あのそういうふうに、まあ、ちょっとあの出版社の話を多くしてしまいましたけれども、あのーまあ、そんなわけで、えー、とー話を元に戻しますけれどもえっ、ー、とーそ,うんそうですね京都の えと結局その、まあ、本願寺がそんなふうにしてあのなんとかしてあの、まあ、一種のまあ京都代表といいますか伝統代表として、えー、となんとかしてその禁酒運動なん,なんていうことまでして、えー、と一種そのまあ伝統の代表として戦わなければいけなかった。 でそれはあの実はその後の、えー、京都の近代建築にもあの、まあ、脈々と受け継がれているといいますか、まあ、無意識の面で受け継がれているような面があるんだと思うんですね。それはあの今でもそうですあの我々はあのよく京都の近代建築というふうにあの言いますけれどもこの京都の近代建築ということはあのどういう意味であるかと。えー、と東京の近代建築とっ,ったら ま東京地域にある近代建築である。大阪の近代建築って言ったら大阪地域にある近代建築。まあそれでいいですと。でも京都の場合にはちょっと違うんですね。もちろんその京都京都の地域にある京都市内にある近代建築というような純粋な物理的な意味もあるかもしれませんが、我々はあのどうもその前に。 何しろ千年の都千年の王城の歴史をみんな知ってるものですからどこかにその近代建築の中にも影を見ちゃうつまり単に京都の近代建築といったら地域性という以上にまあ精神性といいますか京都オリジナルな何か別のものがあるんじゃないかというふうに思ってしまう。 京都に住んでいる人も京都のよ外に住んでいる人もあの東京に住んでいる人もついそういうふうに考えてしまうこれがあの京都の近代建築に課せられた宿命なんだと思うんですねあの東京の近代建東京の人は東京の近代建築って言った時に東京オリジナルとは何だとは考えません、うん、近代にあるんだから近代に東京にあるんだからっていうそれだけですよね 大大阪阪のの人も大阪の近代建築とととははは何かいいいう,ふうには考えないと思います普通はでも京都の近代建築といったら京都の人もそれ以外の人も何となくそこにオリジナリティがあるもんだと思ってしまうそしてまた京都の,人もそれに京都の建築家もそれに応えようとするそれがあの実は今でもあの続いている現象なんだろうというふうに思います。 あのあのいきなり話は戦後に飛びますけれども、先ほど飯田先生があの言及されておられましたあの、京都タワーですね、駅前の京都タワー、あるいはごくごく最近では、その京都駅、あのリニューアルした京都駅、あれ,はあれが建ったときにも、えーと、京都らしさは何か、京都の景観と合うかと。 いう議論があの非常にカマービスカマーしかったことを我々は記憶しているかと思います。まあ僕はあの京都タワーの頃とは生まれてませんけれども、京都駅の頃はねよく覚えています。 そういうふうにあの常に新しいものを建てるたびに京都とは何かということをあの意識せざるを得ないということは、えー、それこそ,その明治12年に本願寺が、えー、と大教皇の建物を作ったときからあの続いているんだろうなというふうにあの思いますということをもって私の今のお話とさせていただきます。ごごご清聴あありりががととううざざいいままししたた、はい、加藤先生 えー、大変あの京都の近代建築があのに課せられた使命ということでお話をいただきましたけれども、まあ、これはあのやはりあの京都の伝統のことを考えると、まあ、その後の日本ということもあの一緒に考えていかざるを得ないということだなというふうに実感しました。はい、それではあ、えー、と中川先生よろししくお願いいたします 長谷、えー、先生は1980年京都大学工学部建築学科卒業後、1988年に同大学院の博士課程を修了され、長らく京都工芸繊維大学の教授を務められておりました。えー、昨年度、退官されまして、現在同大学院の名誉教授をされています、えーと。京都の近代建築をご紹介する書籍も数多く書かれておりまして、えー あの初期ですね山形先生愛知田先生とともにあの長らくあのこの分野をご専門でやってらしたんですけれどもえ昨今はですね近代都市研究をご専門にえまあ都市都市空間から日本の近代史を読み解いた「京都と近代」など都市をテーマにした本をたくさんあ多数書かれております。えー、本日は「モダン都市京都はどのようにして生まれたか」というテーマでお話をいただきたいと思います。 えそれでは中川先生よろしくお願いいたします。ご紹介にもありましたようにあの私はあの最近はあんまり建築ことやってなくてですねえどちらかっていうとその都市の文化だとかあるいは都市空間のことをこうやっています。それでまあ、ということで今日もあの少し建築家のことから離れちゃうかもしれないんですが。あの 今回の,この展示も、えー、実はその先ほどあの今の,あのお話にもつながることなんですが、まあ、京都の都市の中でこう建築が作られたつまり京都っていう都市の物語みたいなものをと関連づけながらあの建築っていうのを是非捉えてほしいということがありますので。 えーまあ、その辺に何か参考になればいいかなということで少しお話をさせていただきたいというふうに思います。であのずっとあの京都の,その建築とか都市のことをこう、うん、何十年もこう見てくる中であの一番何でしょうねいろんな資料をこう持ってきて調べている中で。 印象深かったというか最初に驚いてでも納得したってなるほどなと思った写真がこれなんですねでこれはあのえっと今皆さんがいらっしゃるまさにこの場所なんですけれども岡崎でえまああとでちょっと言いますけど三大事業という都市改造事業をやる時の起工式でものおびただしい数のこう市民が押しかけてえお祝いをしてるっていう図なんですね。 であのこれは非常にその近代というものをこう示しているわけです。どういうことかというと、えー、それまでの,その近世までの,あの年これはまあ京都だけじゃないんだけれども、えー、っとまあ京都で言えばあの町人たちの町方の社会がある一方でもちろんあの武家社会があって武家がいてで京都の場合には公家もいるわけですよね。 でつまり複数のこう権力機構みたいなのがこうあってですから何でしょうねこう市民がもう一挙に集まって一か所に集まってきてみんなで万歳するなんてことはまあ,ありえないわけですよねで。それが近代社会っていうのはその、まあ、権力がこう一元化するって言ってもいいと思うんですがそういう中でこれもまあ京都だけの話じゃないけれども大きな広場に市民がこぞって出てきてみんなでお祝いするなんてことが出てくるわけですね。 でところがあの京都の場合にはその場所が旧来の町にはなかったわけですよね。であの先ほどの石田先生の,あの区画整理の話も出てきましたけど中心部のインウスとしたあの、えー、そういう、えー、と町屋が並ぶような非常に高密度に作られた町っていうのがあって、まあ、そこではこんなことできないわけですよね。でそこで目をつけられたのがこの岡崎のあたりで。 でここも近世までには武家屋敷なんかもあったんだけどそれがみんな東京遷都によって持ってかれることによってここほとんどもう空き地だったわけですね。で、まあ、そこにこうやって人が集まってきてみんなでお祝いするっていうような空間ができたでこれはまさに近代によって作られた空間で。 そうか京都もこの近代化っていうことでいうとこの岡崎を舞台にしてまず始まっていったんだなというのがまあ分かるわけですね。あの左側に赤く見えるのがこあの平安神宮ですよねで平安神宮もこれはですから先ほど言った平安遷都1100年記念祭の記念殿として最初作られてこれは要するに京都の,あの御所の祭りの もともとあった建物を再現するということで、記念殿として作ったわけですよね。で、それがまあ、神宮にあの平安京を作った桐生の祀るあの神社になったわけです。けれども、えー、まあこれですから一つのセットですよねえー。琵琶湖水が流れていて、大博覧会があって記念展があってというですね。で、その。この博覧会が終わった後に、この空き地になったところに例えば。 あこれがその平安神宮を作っている時ですけれどもな周りり何もないのがよよくわかりますよ、ね、でこれはあの京都新聞の前身である日の出新聞にあったイラストですけれども「帝国万歳」って書いてありますけどこれ日露戦争の戦勝記念の提灯行列の時のお祝いで後ろにあの平安神宮の門のシルエットが書かれてますけれどもつまりこれも先ほどの「 写真の場所と同じのですねあの。見てる方が逆ですけれどもここにたくさんの人が集まってきて万歳三唱しているというような図ですね。でこんなふうにして岡崎っていうところがまず京都の近代都市としての空間としての使われ方としてはこの岡崎からこうスタートしていくしそこに琵琶湖ス水だとか博覧会だとかあの平安神宮というものがまあ作られていった。 それでじゃあ真ん中はどうだったのかっていうことなんだけどあのこれは明治2十年陸地測量部あの今の国土地理院ですよねでそれが初めてこう実測の地図っていうのを、まあ、作った時の図なわけです。でここれれ見てこれもちょっと驚きなんですよというのはあの京都の中心部って先ほど言いましたように非常に高密度に町屋が並んでるような空間だったけれどもあの 幕末の大火でほとんど実は燃えてしまってるわけですよね。浜マグリ五門の辺で3日間焼き尽くしたわけです。なので、えっとほとんどその焼け野原だったところが、この明治22年の段階ではもうほとんどこう。高密度な状態が戻ってるわけですよね。 でこれはやっぱりその町中たちが偉かったという,う言い方しかできないのかもしれないけど今残ってる大型の町屋でこう文化財になってるようなものっていうのは多くが大体明治の初明治の5年とか6年とかそのぐらいに建てられたものなわけですよね。でただポイントはやっぱりその近代的な空間を作ったわけじゃなくて近世までのその町屋の空間をそのままもう一回作り直したというようなものだったわけですよね。 で,ですからここではまだその近代あのこの今回の展示であるようなモダン建築的なものっていうのはどこにもまあ見られなかったわけです。でじゃあその建築でその近代の建築って一体出ていつ出てくるのいつどこに出てくるんだろうかっていうことで、えっと、先ほどの石田先生の話にもあったように三条通りやなんかっていうのももちろんあるんですけれどもこの岡崎がその 市民が集まる広場がどう変わったかっていうことでいうと、これはあの今回の提示に含まれてないというか、もうすぐなくなってしまうのであれなんですが、商品陳列所というのが、この美術館の敷地の一部にこう作られます。で、これが先ほどあの紹介があった武田五一の設計で、えー、割とコンクリートの建物として作られるんですけれども、えー、割とコンクリートとしては早い例ですよね。で、こういうものが作られたりしています。 それとか先ほどこれももっせと被てししまままいましたけれれれども公会堂が作られますこれは今度は和風で作られますけれどもこれもともとその大正の大礼の時にですね二条城まあ当時二条離宮ですけれどもそこにあの大共演会パーティーパーティー会場として作られたものを京都市に貸しされてまああの岡崎に持ってくるわけですがこういうものが作られていく。つまりですね 先ほどの大きな広場っていうのが市民がみんな集まる場所だったわけですがその市民が集まるというものを恒常化するための建築物っていうのが出てくるわけですね。でそれがこれは都ホテルから見たこの辺りですけれども一番手前に大きく見えているのはこれ美術館なんですが美術館といってもこれ木造の美術館で。 これ先ほど言った第4回の内国官境博覧会のパビリオンの一つ作られた美術館木造の美術館をこ,うこっちにちょっと持ってきたというものですね。でその隣に先ほどの陳列所があってその奥にちょっと和風の屋根が見えてるのが公会堂でそしてその右側の方に行くと今度あの平安神宮が見えるというようなつまり文化ゾーンみたいなことにこうだんだんなってくるわけですよね。でそれはその市民がこう 多くの市民が集まる場所っていうのに公会堂や美術館や何かがこうできていくで文化施設が揃っていってそうした近代を象徴するような文化ゾーンが作れられていったっていうことなんですよね。でそれに対して、えっと、明治の,その中心部先ほど言いましたようにこう復興はしたけれども 町、えー、並みとしてはですから近世からの町の並みとそんなに変わることはなかったんですがただあの例えば木戸門なんていうのがありましてねあの、まま、あの要するに辻ごとにそのお町内が門を設けてその夜はそこ閉めるなんていうことがで、まあ、これはあのもちろん江戸や大阪なんかもあったわけですが、まあ、そういうものが撤去されるなんてことはありましたけれどもそれから 例えばこれなんかちょっとあのマニアックとあれなんですが明治5年に一軒引き下げられなんとかが出てこれ何を京都,京都府がやったんだけれども何やったかっていうと,えっと町屋を改築する時にですね建て直す時に一軒引き下げなさいとなんでそんなことするのかっていうと道を広げるつまり一軒引き下げた一軒引き下げたっていうのがど,どん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 続いていけば。 えー、その通りが広がるっていうことを目指したんだけれどももちろんこれは猛反発を受けてですねすぐやめになるんですが、えー、と一応その街路を広げなきゃいけないっていう意識は行政の側にもすごく強くあってでまあ都市を改造しようって思いはあったわけです。ででもなななかかかそそれれはのったそれで都都市市改造近代都市にあの 変える一番の,その契機になるのは大きな大規模な都市改造なわけですがこれは東京の場合は帝都ですので非常に早くから取り組むわけですねでこの都市改造何やるかっていうとまあ大体3つですよね上水道下水道そして道路を広げて大抵の場合そこに市電を走らせるってことをやるわけですね。それをやることによってそ,のそこに面した建築がどん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 近代モダン建築に変わっていくわけですよね。 そうするとこれ見てもらうと分かるように東京や大阪がやってるのに対して京都はそのオレンジ色の線がすごく後になるわけですねつまり遅れたわけです。でこれはその遅れたのはやはりえものすごい反発に遭うからなわけですあの京都市もあのまあ京都も早い段階からその計画は立てるんだけれども全部議会であの反対に合うわけですね。 でやっぱり非常にそういう意味では保守的な勢力が強かったわけですがもう一つ注目してほしいのはオレンジ色のラインがめちゃくちゃ短いということなんですよ。つまり東京なんかかかものすごい時間がかかるわけですでこれはあの一番大きかったのは用地買収なんです交渉なんですが。 で京都の場合はですね幼稚買収があっという間に終わってしまうというですね <laughs> すっごく反対して遅れてるのに始まったらあっという間にできちゃうというですね非常に不思議なことが起こるわけですね。でこれはあの一番最初にその都市改造で道路を広げたのはまあこ,のこういう通りだよっていう話で烏丸通りとか荒れた町市場と、まあ、広がるわけですがここで、まあ、注目したいのはその内閣神三郎っていう最初の市長。あの これ明治32年から最初の市長というえそれまで市長いなかったのかと思うかもしれませんがいなかったんです <laughs> つまりあの東京と大阪と京都はあの市政特例っていって、まあ、要するに明治政府の直轄にしたたかったわけですねえ知事はいるけれども市長はいないで市長は知事がか兼かねるっていうことをやってたわけですねでまあそれの反対運動なんかもあってやっと明治32年から市長が起きて市役所ができるんですが <laughs> そこで 最初の市長はもう真っ先にその都市改造して道路を広げようとするんですがこれがやっぱり猛反発を受けてできなかったわけですね。でようやく明治の終わりになって西郷菊次郎という市長の代にこれが完成するんですが驚くことにあっという間にそれが完成するということなんですね。でこれがその三大事業によって広げられた三大事業の事業士の写真載ってた写真なんですが。 これあの先ほどの石田先生の話にも通じるんですが右側の,その使用後のつまり広げた後の写真っていうのを注目してほしいのは全部町屋なんですよね。でもちろんあの部分的には近代建築っていうのは作られていますけれどもやっぱり明治の終わりになってもまだまだほとんどが町家なわけです京都の町っていうのはね。でこれはあの面白いエピソードがあの新聞に載ってまして当時の新聞に載ってて。 要すす市民は意味が分からないわけですつまり都市改造と言われても道路を広げて何すんねんっていう話なわけですね。であのこんなに広げられてはその、えっと、京都市民この,この道を渡ってる間に風邪いてしまうわとかいうですね、まあ、そういうあの感想が載っていて意味が分からない。でなんだけどじゃあ意味が分かんない授業何でできたかっていうとこれなんか提灯が載ってますけど。 これはあの京都特有の実はあの政策があって行動組合っていうのを作って行動組合って何かっていうとですねあの町方社会の中では町っていうのがまあ一つの自治単位として自主的な自治単位として機能してたわけですよね。ところがそれがあの要するに行政が一元化されて例えば京都の中心部でいうと上業とか下業にこう あの分けられてあの行政のの事務いうのは全部そこに行っちゃうわけですそうするとお町内っていうのがほとんどそ,のそういうその行政的な事務っていうのをの機能っていうか権威っていうのは奪われてしまうわけですね。でそこで京都はまあ東京大阪なんかはそれでよかったんだけど京都はそうはいかないんじゃないのかとつまりお町内のやっぱりあの力っていうのは強いんじゃないかと。でそうしたら それに代わるものとして、行動組合っていうのを、これ、これは微妙なんですが、作ってもいいよっていうのを出すんですね。だから、そうすると、ほとんどの、あの、町内が作るんですが、で、これは何かというと、行政の補助機関みたいなものとして機能するんですね。で、そこで、用地買収なんかやると、要するに京都市側から、その行動組合の方に、あの、ぜひ協力してね。で、行動組合の。 まあ要するに町の中で有力者たちがですねえまあまあ京都市の言うことを聞いてこの買収額で納得してくれみたいなことをやってってあっという間に買収が終わってしまうということがあって非常にですからこれは京都市が巧みであったのと,えっとそれだけお町内の,その何でしょう権力機構みたいなことがまだ生きていたっていうことまあこの辺が京都らしいところなんですがそれとえっと これお旅町ってですね、要するに市場通りを広げる時に一番有力の商人が集まってきたお旅町あるところですねで。この町内の連中がすごいのはあのこれね、えー、絵葉書なんですね。日露戦争の後ぐらいってこう絵はがきブームがあって日本でこういう絵はがきがいっぱい出版されるんです出版というかお土産物になるんですが。 今でもあの京都の12枚組とか24枚組のセットなんてありますけれどもその中のもちろんあの何でしょう今の有力な観光になんか入るわけですがそれのででなぜかお旅帳っていうのが1枚加わるんですよ。それはどういうことかっていうと当時の,その近代化を遂げた町の様子っていうのをこのおたび町つまり市場通りが広げられた後のおたび町っていうのが。 一つのなんだけどここで面白いのはじゃあこのどの辺がこの小田町の街並みが近代的なのかっていう議論というか、まあ、それがちょっとよく分かんないところがあってでところがこの小田町面白いのは四条通りを獲得する時に南か北かをどっちか獲得する。 普通両方すするるってないわけですよ金かかるからねでどっちか拡克服するとでも片方は先ほどの町屋の町並みが残っちゃうわけでしょそうすると片方は近代的な町並みになって片方が町屋になるっていうのはこれよろしくないんじゃないかっていうのをお旅町の連中が言い出すすわけですよそれで京都市に請願して「おたび町は両方削ってくれ」ってわざわざ言うんですね。 でそんなことをでも本当にそれは実現するんですがで面白いのは先ほどの,あの石田先生なんかの話に出てきたここで武田小市が出てくるんですよ。でお旅町の連中は両方を削って近代的な町並みにするときにその町並みのデザイン一つ一つの商店の近代的なデザインっていうのはどうしたらいいのかっていうのを武田先生にご相談するっていう。 あの模範例をあの書いてあげようなんてことになってくるわけですね。で実は武田光一っていうのは建築家としてあの石田先生が紹介したような非常にそのもともと西洋的な西洋の中でも特にモダジムに通ずるような新しいデザインを京都に持ち込んだわけだけれどもその一方であの何でしょうねこう常に市民の側が武田先生と呼ぶような存在だったわけですね。 で要するにその近代的なものっていうのは京特に京都における近代的なものっていうのはどうしたらいいのかっていうのを武田先生に相談する。で武田五一も例えば、えー、建築のデザインだけじゃなくてこれは面白いんだけど五体天の死外装飾っていうのを武田五一がデザインするんですよねこういうもので、えー、実は五体天っていう大礼っていうのは京都にとってすごく大きな意味を持ってました。でそれは えっと「東京遷都」っていう言い方をしますが、えー、古いあの京都の方々今はさすがにもういないかもしれない昔いろいろ取材をしてた時にふ古い京都の,あのおじいちゃんおばあちゃんに聞くと「東京遷都なんてない,ないですよ」っていうわけですよつまり「遷都してませんからと」とまあ,あのそのでまで「まあ、いつか帰ってきますわ」みたいなこともあるんだけどあの正確に言うとあれはテントなんだと。 どういうことかっていうともう一つ都を作ったってことなんだと。ですとでそれが証拠に確かに大正天皇もあの昭和天皇も即位礼っていうのは京都御所で行ってるわけですよね。でわざわざ天皇はあの京都にやってきて即位をする。でそののために京都の ごごいうののはものすごいあの日本中で体大典行われましたけどお祭りをやりますけれども京都の大霊っていうのはものすごくゴージャスになったわけですよね。でえちなみにこの美術館も大霊記念で昭和の大霊記念で作られたものなわけですしそして武田剛一が面白いのはこういう大霊記念のこういうデザインを全部やるわけですね。 でね、このデザインっていうのが例えば京都駅のこう巨大な門を作ったりハリボテの門、えー、ですけれどもこのデザインが純粋なその西洋デザインとちょっと違うっていうところが面白いわけですね。でこれはまあ先ほどの石田先生の話とも通ずるところなんですが、まあ、あの夜になるとこうイルミネーションができたりしてで。そのことで 一つ紹介したいのはまあこれいろんなところで紹介してあるんでまたかと思う方もいるかもしれないんですけど、えっと、街灯のデザインもやってるんですね宝五一っていうのは。でこのスズラン灯っていうのはこれはあの京都伝統っていう当時の伝統会社に依頼されてこういうデザインをするんですがでこのスズラン灯ってまあ発想としてはデザインの発想としては割と単純な話はスズランの花のようにいっぱいこう並べて。でこれが あの瞬く間に日本中に波及するんですよね。すごい人気を博するわけです。で、特にあのよく知られてるのは神戸のあの元町。なんかで、この元町でスズザンとこう設置したところをすごく夜に,にぎわったということで、これは繁盛島なんていうふうにも言われたりするで、これはあの日本の当時の旧植民地である。台湾だとか朝鮮だとか。 ああいうところでも大都市に必ずと言っていいほどこの島で今に東京にもスズラン通りってありますよね。で日本中にいくつかスズラン通りってあってみんなこのスズラン島がきれいだったからなわけですよね。でこのスズラン島のデザインってどうでしょうかねあの洋風デザインなんでしょうか。つまり 武田五一のデザインもう先,先に石田先生に言われちゃったんだけど、まあ、要するに武田五一のデザインっていうのはうんどっちかよく分かんないんですよねあの <laughs> あの簡単に言ってしまうと。つまり京都の伝統的なものっていうものをに根付きながらそこで西洋デザインっていうのはどう実現するかっていうことを結構こセンスよくやった人なんだなっていうのが分かってしかもそれは。 住んでる連中も分かっていて、武田先生のあのデザイナーだ間違いないみたいな感じになってたということですね。それでもう一つ言えることは、このえっとスズラン島が日本中に波及して、えっとつまりデザイン元に京都がなってるってことなんですよね。である種のこうまあ、メディア都市っていうと言い過ぎかもしれないけど、実はですね、今日はお話しできませんけれども、他にもいくつか京都初の 近代デザインっていうのがまあ,ありますでつまりあの京都っていうのは日本の伝統の中で近代をどういうふうに咀嚼して表現していくかっていった時に割とこうネタを出し続けたそういう都市だったんじゃないかだからそういう目であの今回の,その京都の近代建築のあれを見てもらうとその辺のこう革新的というかあの面白さ 橋元になったようなそういうデザインのなんか力強さみたいなものを感じ取ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。ちょうどお時間となりましたのでどうもありがとうございます。 はいい、えー、どううもありがとうございます、えー、都市空間の話から竹、えー、田五一のあのプロデュース力みたいなところまでですね非常に幅広いお話をいただきました。展覧会の中ではそのあたりのことはあまり詳しくお伝えできていませんでしたのであの今日のお話をあのお聞きいただいてあのぜひ会場の中でも竹田五一のですねあの仕事をあのたくさん紹介していますので見ていただければと思います。えー、とそれではではすねここからあの えー、あのディスカッションに移りたいと思います。ここからの進行につきましては、えー、モデレーターを務めさせていただきます。あの、えー、当館館長の青木純ですね。はい。あの当館のリニューアルの設計者でもあります。えー、青木館長よろしくお願いします。はい、えっと青木です。こんにちは。えっと今えっと石田先生からまあこの展覧会の趣旨 あるいはそれの何ていうかなバックグラウンドである京都のモダン建築っていうのを考えるときにどういうふうに考えればいいかっていうお話とそれからあ門井さんからのこれは、えー、と京都の建築もだけじゃないですけども常にこの京都らしさっていうことを求められるっていう中にあるこの京都の伝統の話あるいは、えー、今はなく 中川先生からは都市の話が多かったかと思いますけれども、ま建築以前にその建築が成立するための都市の話がありました。まあ,あの今日はえっとこの展覧会をめぐる話だと思いますから、ま建築そのものじゃなくて。 えー、そこのバックグラウンドである都市という枠組みであったり京都という伝統であったり、まあ、そういうところにこう広げられた話だったと思います。で,、えー、とでディスカッションというわけなんですがと言いながらもかなりいろんな話題があったのでなかなかディスカッション難しいなと思っているんですが、えー、ちょっとだけ僕自分の今お聞きしてて、まあ、思い出したっていうの思い出したっていうか 思思っったたことととちょっとお話ししたいと思いますそれはあの、まあ、私この建物のリニューアル設計をしたっていうこともありまして、まあ、改修ということをやってきたわけですね。で実はこの京都の,あの今回の,この展覧会、まあ、建築なんですけどもこれもちろん保存されている今まで残っているから扱える。 ものなんで,す、ね、でまあ残ってる理由の一つは、まあ、京都には震災がなかったっていうこととかあるいは戦災であまり焼けなかったと空襲が少なかったということもあってのことですが同時にほっといて建物って残るわけじゃなくて、えー、皆さんが残そうとしてきたっていうことがあってまあ保存というのとそれを何て言うんでしょうね利用するっていうこととこれが両方あって初めて 物を残るわけです、まあ、そういう意味で言うと京都の町っていうのはあの、えー、単に残すだけじゃなくてそれを、まあ、かあの改,改良するっていうのかな生かすっていうことはつまりある意味壊しながら作っていってるわけですね、まあ、そういう意味ではこの京都の町におけるこの保存あの今日のお話っていうのは、えー、もうやむにやまれず新しいことを始めなくちゃいけない。 というところに追い込まれつつとはいえもともとのものはあるじゃないかっていうその両方のこうものがあって成立してるっていうことと実は似てる関係が保存・回収ということなんじゃないかなというふうに思って聞いてたわけなんです。で、まあ、そう思うとですねあの例えば今回の展覧会にも出てますが辰野金吾という、まあ、日本における明治以降の建築で かなり重要だ、かなり本当に重要な建築家がいるわけですが、その辰野金吾も京都に建築を作って、残っているわけですが、彼は東大の、今でいう東大ですね、帝国大学の先生だったわけですが、彼の弟子が京都に来て活躍してきたわけですね。そのまあ多分発端は まあこれはもしかしたら門井さんにお話していただいた方がいいんですがあの辰野金吾留学してですね海外行って向こうで日本建築のこと聞かれたら何も答えられなかったとで非常に恥ずかしい思いをして日本に帰ってきて大学で教えるときに、まあ、こう日本の建築のことちゃんと教えないといけないというふうに思って、えー、記号記号吉でした 清吉っていう、まあ、宮内庁の大工さん棟梁ですかねを先生に迎えたわけですね。でその記号さんがいたその弟子に当たるのが、えー、まずは、えーとまあ、先ほど京都府のあそうかそれ以前にあのえっとえっとど忘れ平安神宮を作ってえっと 伊藤忠太ですね写真見ると <laughs> 伊藤忠太がそうねあと関野正がそうそれからあ京都府長所を作った松室重光がそうですねで、まあ、こういうふうに実はその後の,こうあの保存という意味でもすごく重要なことをした人がそこからこう生まれてきていますよね。そそれでののの保存の仕方もこの3人 全然違うんですよねだだんだん変わわってきてきるわけです、まあ、すごい今日僕の話じゃないので大雑把な話ですけどしますけどまあある意味で西洋の建築の建築史を勉強した人は考える保存の仕方っていうのは様式を残すっていう方式なんですけども様式を残すっていうことであれば、まあ、鉄骨使って補強してもいいじゃないかという話になるわけですが。 松室,さんぐらい松室さんぐらいになるともう鉄骨本当使っていいのかなぐらいにちょっともともとあった材料を破棄しちゃまずいんじゃないかっていうふうになってまあ武田五一になると今度はあの平等院の改修とか言ってるわけですがここでは構造的にもともと結果があったところで直さないっていうそういうところまで行くわけですね。そういういうに実は あの京都の中でまああの境大東京の方かで勉強してこっちへ来た人たちが実は保存という問題にも絡んでいてで多分この問題はおそらくえ建築だけじゃなくてこう都市の問題であったりあるいはいろんな問題に絡んで同じようなこう 構図であったのかなというふうふに思ってきましたと言って非常に長い前置き失礼いたしました。まあ、というわけで、えー、多分時間がそれほどないので、えーとまあ、今日のお話はまあ両立なかなかしえない、えー、もうやぶにやまれて改革しなくちゃいけないということとそれからそれに対して京都というところにやっぱりはいるんだっていう意識とそれがこう常にこう 表と裏の関係にあるというところでもう一回その辺のところをですね一言ずつ石田さんの方からお話をいただけないでしょうか。ちょっと待ってくだまた大体何か思いつくことさっきしゃべってしまったのでうんと。 ちょっっと待ってください。あのうんえー、っとどうしようかなあのえー、っと今あの名前を挙げられた松室重光さんという人はあのが本当にあのおっしゃるようにそのえー、っとこう古謝辞の 保存活動をして彼は非常にその今まさにおっしゃったように現代的な古社寺保存の方針ですねつまり部材を残す技術を残すということをあのきちんとやろうとして19世紀的なまあ,あの 形式が残ればいいじゃないかというのとは少しあの全然違う発想をきちんとあの展開しようとしたあ人なんですけれどもで、えー、と彼はあのこれ中川先生が詳しいんだけれどもあの武徳殿という、えーあのまあ、このすぐ近所にある建物をその彼の古の社寺の知識を非常に古に生かして、えー、とまあ 和風の体育館というそれまでになかったビルディングタイプを作らないといけないというのその様式で非常に苦労をして禅寺東福寺の禅堂であるとかいくつかのそういうそれにふさわしいと彼が思ったものを集めてで今 結果的にいまだ勝ってなかった建築の形式というのを作ってしまうでそれがまあ,あの結果的に成功したのであのその形式というのがあの先ほど中川さんがおっしゃったようの,あの郷土初のデザインの最たるものとして日本中に展開していくわけですけれどもでえー、っと彼 の中ではあその、えー、古いものを大事にするということと新しいものを作るということがあの割合こう幸福に一致していたような気がするんですね、うんまあ、ところが、ま、あの松本さんというのはこうつまらないことで、まあ、京都府をや,、まあ、やめざるを得なくなっていって、えー、あの満州に流れていくであの大連に行きますと彼が作った、まあ、大連の市役所の設計をしたりしているんだけれど それあ今でも残っていますけれどもうんあのこう。 まあ、バロック風の建物にこうカラハフがへ,へばりついていたりとしててであのその辺りになってくると彼がその京都でやってたようないにしえー、あのこう古を突き詰めることで新しいものが生まれてくるというような幸せ幸福感というのはあんまなくてなんかこう苦労してるなというのはあるんですね。であのこう でただその,その苦労っていうのがあのこう松丸だけではなくて、えー、っとそのこうこの,その,後の特に鉄筋コンクリートで、えー、和風を作らないといけない、まあ、今残ってるもので。えーっとあのー 大変だなと思うのがこの京都会館の別館のデザインであったりするわけですしあと当時ではまあこれは、まあ、実は評判が悪かったが南座でしてで南座はあ,のあんなものをつくつまりあの、えー、とちょうどこの建物のコンペをする時に、えー、その日本趣味ということをコンペで要求すると南座みたいなものを作られるんじゃないかそれはや避けてほしいみたいなことを言わ 悪いい例としてててされていて、まあ、今見ると結構あれはあれでいいもんだと思うんですけれども、うん、でそういう,こうそのどこかでこうそのうまいその松室の頃の回路新旧が松っの頃のったりとかし あの巡り合うみたいな回路というのがなくなってしまってでそれが何だったんだろうというのはあんまりよく分からないところがあるまあ規模の問題なのかとか構造の問題なのかとか思うんですけれどもでそれが京都のから今割合と先ほどの話だと。 いいこととして語っているんだけれども、その。こう、まスムーズでないものもあるし、その辺とこう。きしみも含めて、京都の近代建築の歴史だなと思っています。えっと、ええ、ちょっと、あの、館長の。少しずれてしまったかもしれませんけれども。すみません、僕は変なことを聞いたばかり。 あの僕もその武徳殿結構すごいなとか思う建築でまあこの今回のあれには37には入ってないんですけども100の,あの近代建築には入っています。でまあこれあのね高丸採光っていう方式っていうのがまあ形式で言えば体育館当然だろうと思うんですがこんな建築これがなかったらなかなかあれ発想 なかっただろううと思うんですよねこれあの中の空間本当に素晴らしくてあの日本の建築に見えるんですがそれまでなかった建築の形式を持っていて、まあ、だからこそ今でもこれ、えー、と今でも武道館ではないけどそういうタイプに使われてますよね、まあ、その機能も変わらずに使われている、まあ、かなり軽有な例かなと。 確かにその時代がある意味で幸せなちょうどうまく融合した時代だったのかもしれませんね、はい、あの門井さんまたその僕の質問 <laughs> 変なんですけども。<laughs> えーっとちょっと,えっと,ちょっとあのご質問の趣旨からは外れるかもしれないんですがあの石田先生と中川先生の話をまあ僕もあのその横で拝聴してまして大変興味,深く興味深く拝聴したんですがお二人とも言及されてた問題としてあの都市空間の整理区画整理の問題がえありましたね。であのこれ京都は大変だったろうなとまあどこの都市でも区画整理っていうのは大変なんですけど道一本広げるだけでも大変なんですけれどもあの何度もあの 出てきた通り京都というのは近代に入ってから災害がなかった大火事もなければあの空襲もなかったこれはあのもちろんあの古い建物が残るという点では非常にいいことだったんですけれどももう反面であのこれちょっと不謹慎な言い方になりますが都市って1回丸焼けになると区画整理しやすいんですよ <laughs> あの東京で言ったらあの関東大震災、えー、そしては東京大空襲 そそしてその前にさか遡れは1653年の命令の大化がありますけれども江戸時代のそういうふうにどさくさ紛れにできるという側面もあるのでそういう意味では京都は逆にそういう災害がなかっただけに区画整理は一層大変だったろうなという感想を持ちました。同時時時ににでも江戸代代から明治時代に 連続はしてるけれどもさっきの、ね、中川さんの写真を見ても、うん、まるでその、えー、大きく意味が全然都市構造が変わったっていうのはよく分かるし改めてこう岡崎の地区の意味っていうのが実に重要だったってこともよく分かったところですね。うん、まあそれは岡崎は先ほどの写真にあったようにもうその時代何もなかったんですね心のところがね、うん、まあそういうところがあったからだなというふうに思いました。 じゃあちえっと石田先生がおっしゃったように、まあ、確かにあの松本なんかは確かに何かし幸せな感じがしますよね。<laughs> うん、武田一もそうなんですよね、うん、あの別に何かプレッシャーを感じて京,京都らしいものを何とかとか思ってたわけじゃなくて自然にああいうデザインが出てきたんじゃないかっていうところがあってまあところがですね やっぱりあの少し時代が進んでいくとですねえっと僕が調べた中でいうと一番それ肋骨に分かるのがあの橋のデザインででね橋にそのえっと要するに三大事業で道路を架空すると当然鴨川の橋も架空かなきゃいけないわけですよ。それが出てきた時にその 京都市がやる橋と京都府がやる橋があったんですよ。<laughs> それでね、京都市はまあ三大事業に進めるんで非常にそのなでしょうモダンな橋を当然そのかけようとしたわけですね。それでえっと RC を使ってあのえっと西洋デザインのものをこうかけようとして。ところが京都府はあの。 まあこれも鉄骨を使うんだけれどもああの広げなきゃいけないから構造的に持たないんで構造あの鉄骨を使うんだけれども石の柱だとかあるいはそのギボシをつけたりだとかでその鉄骨を一生懸命木で隠して要するに時代劇に出てくるようなその橋を架けるんですねでね。 なんでこんな違うんだろうと思っていろいろ調べてると当時の京都府と京都市がめちゃくちゃ仲悪いんですよ。<laughs> でねこれが仲悪い一つの原因がそのつまり京都府はやっぱりその京都の伝統っていうか歴史を守んなきゃいけないっていうことで例えばあの今京阪電車っていうのがあの鴨川沿いに地下に埋まってますがあれ 古い人はみんな覚えてると思いますが、上走ってたわけですよね。あの。ま、今から思うととんでもないですよね。あの鴨川であの床で飯食ってると京阪電車がピーッと走るって言うね。そういう景色だったわけですが、あれはまあ地下に潜らしたんだけど、あれ？もとその鴨川沿いにずっと京阪電車って。これはあの？京都市が京都市電として最初こう計画されて通すって話だったんだけど。 それに対して京都府が猛烈に反発して要するにその鴨川の風情がそれによって台無しにされるということで,で京都市の事業計画書っていうのを府がこう無視するような形になったっていうことがあったんですよね。でそこでこう府と市の対立がもう本当に全面対決みたいなことになってくるんだけどそこまで何でこう <laughs>。で、あの、 京都市がやるものだってその、まあ、モダンデザインっていったって今,今の僕らから見ると結構レトロな感じはするんだけれどもでつまりねあの一つは、えっとまあ、文化史的に言うと桃山文化っていうのがこう復,興復興されるっていうかリ,リバイバルで流行ることがあるんですよ。でその京都府が架ける橋も えー、桃山風なんていう名前がけけられたりすするわけですねどこが桃山風かよく分かんないんだけどで結局その桃山文化があの明治維新の後とっていうのはまさにその伝統文化の否定みたいなのが非常にこう大きな力を持つんだけれどもある時期になると伝統文化の復興っていうことが結構こう言われるようになってきて。 で爆反体制は否定するけれども桃山まで戻ればいいだろうみたいな感じっていうのがややあって <laughs> 本当かな <laughs> 分かんないけどそういう言い方をする人もいるんだけども、えっと、そういうそのんでしょうね桃山風の伝統みたいなものをこう日本の文化国風文化として守んなきゃいけないっていうようなことが一方で露骨にこう出てくることがあってそうすると 近代と伝統っていうことを分割して、うん、あの対立していくっていうことがどっかから出てくる。それは今でもやっぱりそれ続いているんだと思うんですね。だから我々学ばなきゃいけないのはやっぱりその幸せな時代っていうか <laughs> あのやっぱりその竹田五一だとかあの松風アンカがやってたような自然とそのあの当然京都だからこういうことをベースにしてこういう西洋の経営をねみたいな。 あの、そういうクリエイティビリティみたいなものを。なんか、あの、もう一回、あの、見るべきじゃないかなというふうには思ってます。はい、ありがとうございました。えっと、もう。終わりの時間が近づいてしまいまして。えっと、会場から少しあの、ご質問があれば。あの、どうなったか。どうでしょうか。うん。ないです。 ねえっとまあ、今のことでいうと共,共存っていう話っていうのかなあの両方がこう幸せな関係であるっていう意味でいうと、まあ、一番最初の今日のあ一番最初ではない門井さんの方の,あの龍谷大学の中木造、うん、で中どっちかと和風ですかね作りもねで外はまあ石が張ってあるこれも一つの共存だと思うんですね。うん でまあ、こういうふうにあの中と内が中は日本だけど外は西洋あるいは逆に、えー、外は日本だけど中は西洋、まあ、今回のことでいうとどれかな例えば擬音革なのかそうなるのかなちょっと分かんないけども、まあ、そういう逆に内外が反転して外があ日本的だけど中は非常に西洋的であると。 いう場合もあるしあるいは2つのものが融合するっていうまあ何、まあ、て言うのかな弁証法だったらアウフヘーベンするって言ったらいいのかそういうものもあり得だろうしあるいは共存するっていうのもあるし、まあ、いろんなこう関係があるってある。 思うんじゃあ最後にちょっと加藤さんに質問したいんですけどいろいろ京都の街歩きをされたりして、はい、本にもされてますけども、はい、こう京都の中で見るそういう共存関係っていうんでしょうかね、はい、あるいは融合関係っていうところで、まあ、もう一つ立国大学本館以外のもので何か挙げたらどれが面白いですかね。 あ,あのー、僕なんかよくまあ、えー、これも近代建築と言って、えー、いいと思うんですが、あのーまあ、この近くの平安神宮ですね,あね、あのー、先生方の話またとりあえず当然第4回内国勧業博覧会から、まああのー、できたものなので、まあ、純粋にあの成立は近代であると,るところが建物そのものは、まあ、一応平安時代のものだと神殿作りだということになっていると。うん えということで、あのー、これなんか極めて分かりやすいわけですけれども我々実際その平安神宮に中に入ったときにやっぱりなんかどっか西洋っぽいな いうか玉砂利敷いてあるんだけどなんかこの玉砂利の広がり方がなんか伝統的な日本庭園のなんか芝生が広がってる感じ、うん、あ西洋庭園の日本芝生が広がってる感じに似てるなっていう感じもちょっとして、うん、えそれは非常にあのまあ,あの共存もしくはえっと日本と西洋の融合という点で非常に印象深い建物ですね面白いですね。はい、そういううい意味で言うとあのここの大鳥が ありますけど、うん、本当に竹田五一。うん、あれ、あれも、あの巨大な鳥居は。日本的なんだろうか、<laughs> はい、何なんだろうかっていう考えると、分からなくなりますよね。<laughs> あれも確か鉄骨でしたかね。実は、<骨>はい、うん。そうですね。まあ、そういうわけで、実は、そうか。やはり、この岡崎に、いろいろな意味での、その。昔ながらの京都らしさと思っているものと、それの近代の方から、マリア。あの西洋から来た技術。 がこう混じり合い方のいろんなタイプがあるのかもしれません。えー、というわけで、つたないモデレーターぶり大変失礼いたしましたが、大体いい時間になりましたので、えー、今日の講演会とディスカッション、モダン建築の京都に見る日本の近代のは終わりにさせていただければと思います前田さんよろししくお願いします。 ございました、えー、これであの本日のプログラムの方は終了させていただきたいと思います、えー、まあ本店ですけれどもあの定覧会とともにギャラリートークですとか街歩きの音声ガイドツア、えー連携企画をですね多数ご用意しております、えー、ウェブサイトなどでご確認いただき引き続きお楽しみいただければと思います えー、本日は18時まで開館しております、ミュージアムショップには関連書籍、グッズなど多数ご用意しておりますので、併わせてお立ち寄りください。えー、それでは最後にあの、本日のご登壇していただいたあの皆様に、お礼の気持ちを込めまして、今一度拍手をお願いいたします。